こんにちは、鈴木由美です。4連休皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。ちょっとこのご時世コロナの関係であまり外には出かけられなかったと思うんですけども、コロナが落ち着いて外出ができるようになったら皆様にもぜひ行っていただきたいと思います。今日はですね、スリランカの美しい場所ヒッカドアについてお話ご紹介をしたいと思います。ヒッカドアってもうあまり知られていない町かと思うんですけども、スリランカの南の方に位置します。有名な町としてはゴールという町があるんですけども、ゴールのすぐ近くの町ですね、隣町です。なんせサーファーが行くような場所になってまして、もうとりあえず綺麗なビーチフロントなんですよ。すべてのホテルがコテージの目の前がもうビーチフロント、浜辺がもう1分2分ってそういう場所なんです。そして水の色がもうものすごく透明で水色とすごい色をしています。でサーファーさんがたくさん来ると言いましたが、波がすごくいいんですよね。あのスリランカにもたくさんプロサーファーがいまして、サーフィンレッスンなんかも行っています。で日本人があの滞在をしていて日本語ガイドをしているということもありますので、初心者の方もすごく楽しめると思います。サーフィンだけじゃなくってダイビングもしてますし、その他にもパラセーリングとかそういうアクティビティもありますね。もうとにかく海好きの方にはおすすめの場所なんです。でヒッカドアっていう場所はですね、スリランカの一番大きな町コロンボからだいたい電車で 3-4 時間、バスだったらACバスって言ってエアコン付きのエクスプレスみたいなバスがあるんです。日本のバスで言うと本当にごくごく普通のバスなんですけども、スリランカでは AC バスというのが最高級のバスになるんですよね。それに乗るとだいたい2時間から3時間のそれぐらいかかってしまいます。電車に乗るともう世界の車窓からじゃないですけど、木炭でまだ未だに走っているんですが、もうガッタンガッタ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 っていうようなあの昔ながらの電車に乗っていただけます。電車もすごく面白くって、もうドアも窓も全開なんですよ。もう閉まらないんです。だから足をプラプラさせながらずっと行く人もいますし、窓の外にはもう海が広がる景色がずっとこう流れているんですよね。もう本当に綺麗なんですよ。ただ揺れるから慣れない方は初めは怖いかもしれません。でいろんな人が乗ってくるんですよね。で電車もねレベル1、1等級、2等級、3等級ぐらいまで座席の指定があるんですけども、3等級ぐらいになるともう座席の指定もないです。ただの乗車券になって乗り込むだけ、もうほとんど満員になっちゃいます。で2等級になると一応座席指定がある、1等級になると座席指定が確実なんですけども、まあ、確実って言ってもですね、椅子取りゲーム状態なんでスリランカなので、でまあ空いてたら座れるんですが、まあ、私はいつも2等級とかで行きますね。でそれに、乗っていきます。で途中バスでもですね電車でもなんかこう車内販売があるんですよ。でまあいろんな人が乗ってきてはあの豆を売ったりコーヒーを売ったり紅茶を売ったり、でなんかよくわかんないようなおもちゃとかグッズとか、まあ、いろんなものをお土産品を売ってきます。もうそういう面白いパフォーマンスじゃないですけど、私たちからしたらパフォーマンスに見えちゃいますよね。そういうものもたくさんあって、まあ、電車に揺られながら行くわけですが、街に着くとすごく小さな街なんですよね。道もずっと一本道、海岸があって、でその隣に大きなメインロードがあるみたいな感じです。もちろんトゥクトゥク乗ってもいいと思います。トゥクトゥクは三輪車ですね。でも歩いて行ってもとっても気持ちいいです。でヒカドアの街はですね、一応観光地、サーファーさんの聖地、観光地のようになっているので、お土産屋さんが結構並んでますね。例えば T シャツのお店とか、あとは、まあ、サーフィンのグッズが多いかな。あとサンダルとか小さなバッグとか小物とかいろんなアイテム売ってます。でそれからお酒もすぐ買えますね。結構スリランカってお酒飲酒文化がクローズなんですけども、ヒカドアまで来るともう観光客にあふれてるので普通にお酒が飲めます。女性も飲んでても平気です。でそれから街歩いてる人で白人さんもいれば日本人も見ますし、
欧米系の人もいますし、本当いろんな方がいらっしゃる場所です。でも大きな町ではないので、すごくのんびりとした自然がまだまだいっぱいあるような場所なんですよね。でこの間私が行った時泊まったのはヒカズワの、ロングビーチゲストハウスというとこなんですけども、可愛らしいコテージなんですよ。でお部屋ももう窓が全開になって、もう風がビュンビュン通るような開放感で、しかもベランダがあって、そのベランダでスーパーとかレストランで買ってきたお惣菜とかを食べるんですけど、もう最高。もう夕日ももう綺麗に見えますし、でホテルの朝食会場、レストランが1階のビーチの上にあるんですよね。でそこで朝食を食べるんですけど、もう食べたらそのまま海に行くっていうような、もう最高の場所です。でも1泊3000円ぐらいなんです。激安ですよね。スリランカってやっぱ物価が安いので、いいホテルに泊まってもかなり安いんですよね。そうね、私もサーフィンをしました。でも私もまだまだ初心者なので、波に乗るというか、もう本当にもうバランスをとって一生懸命という感じなんですけども、スリランカ人に教えてもらって、もうすごい楽しかったですね。でも日焼けするにも最高だし、お食事も困らないですね。スリランカ料理もあれば、私たちはピザ食べたんですよね、イタリアン。でもイタリア人がやってるピザ屋さんで、石窯本格なんですよ。すごく美味しかったんですよね。あとはスーパーでお惣菜買ってきて、お惣菜っていうかパンとかハムとかチーズを買ってきて、で自分たちで部屋でサンドイッチ作って食べたりとかしましたね。そうね、ヒッカドゥアはゴールまで帰り寄ったり行きに寄ったりしてもいいですけど、1時間ぐらいでバスで移動で行けます。このバスもね、すごく面白いんですよ。もう日本でいう動くカラオケみたいな、とりあえず派手、うるさいでも面白いんですよね、このバスもね。でちょっと1時間ぐらい乗るとゴールという大きな都市に出るので、で、まあ、そこで、観光してもいいし、昔の城壁があるような町なんですよね、ゴールも。でそこもすごく綺麗です。で、そっからですとコロモまでまた電車で1本で帰れる、まず 3,4 時間かかっちゃいますね。でもとっても綺麗な場所です、ヒッカドゥア。ぜひスリランカにいらしたら行っていただきたい場所の私おすすめのナンバーワンです。今とってもいい、特に海が好きな方、ぜひヒッカドゥア覚えておいてください。では、今日はこれぐらいにしておきます。またスリランカに行く機会がありましたら、ぜひこの動画を思い出してください。そしてご覧いただいた皆様、どうぞ、いいねボタンを押してください。そしてコメントお願いします。皆様からのコメント、私の大きな力になりますので、よろしくお願いいたします。それでは皆様も良い一日をお過ごしください。さようなら。